え？ピアノが不穏。あー、燃えてる。どうもー、鳥の爪団外です。今回も君のおもちゃ続きの方やっていこうと思います。前回はですね、とりあえず子供部屋が火事になりまして、なんとか消火器を使って脱出することができたと。いやー、もうめちゃめちゃ謎解きが難しいんだよな。ちょいちょいどん詰まりになるんですけども、頑張って今回もやっていこうと思います。とりあえず水位が上昇したことによって、怪しいのはここだよな。まずな、あ、やっぱそれだ。ん？これは？ってなったやつ。アイテムを使うで何かが使えるんじゃないか。あ、この鍵やっぱこれのだったんだ。単純に手が届かなかったから前は開かなかったよってことだね。うわ、びっくりした。ごめんって。え？中入ってたの？え、じゃあそれ拾ってあげたらいい？あ、いるわ。ごめんね。潜るわ、一回じゃあ。潜って潜って。取って。よしよし。熊のおもちゃはびちゃびちゃに濡れているって書いてあったね。とりあえず上に一回息継ぎして。あ、それこそ、エアタオルだ。じゃあまずは水を引かないといけないんじゃないか、これ。最終的に乾かしてあげんだよ、きっと。窓をトンカチで割ることできないかな。アイテムが下に増えてる可能性もあるだろうけど。なんか浮遊してるもんあるよな。とりあえずちょっと窓を割ってみる方向性でいこう。まずは潜って。で、この辺をズームアップ。なんか出ろ。アイテム使用とか出ろ。出ないかな。自ら使用していくスタイル。ダメか。ちょっと上に上がる。ダメだな。何したらいいんだろう。あ、電気つくんじゃない？あ、ついたついたついた。あ、ちょ、待って、消しちゃった消しちゃった。消しちゃわないようにして、はい、これでもう一回上がる。一回これで明るくなったのはでかいな。明るくなったことによって変化が起きたりしてたもんね。それこそパート1の時はね。なんかあんじゃないか？あ、アイテムを使うって出てる。これなんか使えんだ。これ？あ、うまく塞がったようだって書いてある。あ、なるほど。狙いがうまくつかない。はあ、これで？おー、なるほど、なるほど。あ、でも、息が続かないから、もう一回、ちょっと待って。上に、行こう行こう。危ない危ない、息が続かないね。あ、わかったわかった。なるほどね。何回かこれですっぽんでやるんだ。はい。ぐー。やったー！そんな勢いよく。排水の勢い尋常じゃないね。人巻き込むよ、それ。肺活量チャンピオン起き上がる。いつだって私はね、和式便所から起き上がります。このゲームにおいて来た来た来た。あ、お電話ありがとうございます。おもちゃをこんな目に合わせるなんて最低だよ。仲直りしていきたいよね。いや、トイレ戻ってきましたね。ちゅうことは、外はすごい雷。相変わらず割ったりはできないのかな。もうやめてよ、それ。すぐどんどんしてくるんだから。やっぱり子供部屋にいた俺がどんどんしてんじゃないかな。なんかね、そんな感じするよね。割れないし、やっぱり。じゃあ、エアタオルかな。これね。パーツが増えたもんね。コンセントのやつがね。あ、ほら。つながった。修理の達人と。で、これで、あおいー。じゃ、この状態で、妻を乾かしてあげたらいいんじゃない？びちょびちょだっつってたもんね。あとでも、縫い合わせてあげたいよね、どうせならね。あー、ショートしてるよ、大丈夫かい？あ、嘘。え？
ピアノが不穏。あー、燃えてる。待って、大丈夫かい。そうそう、待って、なんか水道水道水道、水を出す。これでなんかできないかな。これ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 、使えないの。使えない。あ、アイテム使用、消火器だわバケツバケツじゃないのよ、消火器だね。クマちゃん話を聞いてくれ。あー、やめてくれ、話を聞いてくれ。あー、抱き合う、ちょっと一回抱き合ってみる、この炎の状態で。うん全然聞く耳をね持ってくれません。わー、バーニングベア、はい、丸。よし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 、バーニングベア、待って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 、話を聞いてくれクマちゃん。あ、オッケー、これだ。シュー、あー、わわわわ、すごい。待って待って待って、一回距離離そう。危な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 、結構時間かかるんだな。シュー、危ない、なんかソニックブームみたいの打ってきそう。体をかわそう、乾かそうとしただけなんだ、こんなことになるなんて、ごめんね。あー、危ない危ない危ない、乾かしすぎちゃってねショートしちゃった。はいはいはい、あ、だいぶ弱まってきてる、弱まってきてる。いいよ、君の苦しみを僕に伝えようとしてるんだね、分かってる。もう一回、ほらー、よしよしよし、君をこんなに傷つけていたなんて傷つきまくってるもんな。はい、もうちょっとで消化できそう。謝ったら許してくれる。どうだろうね、だいぶ手負いだけど。あ、なんか成仏しそうな感じになってない？ちょっと透明っぽくなってるよね。あと1回ぐらいかな。はい、クマよ、ごめんね。はあ、灰になっちゃった。メールが届いたのかな。僕は君に壊されてゴミ箱に捨てられた。ここは君があの時僕を捨てた場所だよ。君が引っ越してしまってからここは工場のトイレになった。僕はここでずっと過去と現実の狭間でさまよっていた。すごく悲しかった。自分と同じ目にあって初めて君の苦しみが分かった。なんか切ないね。クマちゃん本当にごめんね。でも許してくれたのかな。あ、治った。子供の頃君に描いた絵破れちゃってたから直したんだ、受け取って。めちゃめちゃハッピーエンドな感じ。空へ飛び立ってくれるのかな。綺麗な音楽。あー、はい、ということで君のおもちゃ無事エンディングを迎えることができました。やったー。いやー、なかなか謎解きの難易度非常に高かったんですけども、なんかこうやっぱりみんなね、誰しも一度はこう自分のおもちゃを持ってて、そのおもちゃとの別れを経験しているからこそちょっとこう感情移入する部分もあって、なかなか感慨深い感じのストーリー内容だったと思います。抱き枕みたいのを持ってたなー。
猿のぬいぐるみみたいのとか、ちっちゃい頃持ってたな。なんかそういったものを思い出しましたね。ちゃんと遊んだら、ちゃんと最後までそのおもちゃの面倒を見てあげるっていうのも、まあ一つの責任なのかもしれないですよね。マジでホラゲ版トイストーリーだったな。ということで、これで君のおもちゃエンディングとしたいと思います。またこういったねホラーゲーム等見つけたらどんどんやっていこうと思いますので、チャンネル登録まだしてない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お、ロボット、あはは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 、ひー、熊とは和解したけど、うわ、なんかちょっと鳥肌立った。